て YouTube 流せないっす。分かち合う喜びいつも隣の席で楽しむこと心どうも。どうも。そんな登場の仕方。新しいな。誰か待ってる風だったでしょ。はい、気持ちいいね。あれなんかデート前かなんかですか。いや大体俺いつもこんぐらい。あ、さすがに。よろしくお願いします。はい、ということで始まりました、はい、KKTV。皆さん行きますよ。チャッ。ということで、今日はですね、はい、この赤レンガに来てます。はい。そしてアルファイン F ナンバーワンステータス発表会です。おお。ついに今日ですね。今日です。はい。だからついに聞けんの音も。そうですね。入れそうです。デモ感も。デモ感もねあるからね、はい。それもまだ聞いてないからこの後聞かせてもらって。いやようやくねこのまあ僕らは F1 って言ってたじゃん。はい。なんだっけ F ナンバーワンステータスってのちょっとまだ染みてないんだけど。あの片言になってます。アルパイン F ナンバーワンステータス。あもうバッチリです。バッチリ。もう入りましたよ。一回は大人ですから。何番？さすがです。プロです。はい。プロですから。はい。はい、ということで今日はね。まあ、ちょっとこういう綺麗めな格好して新しいです。僕見たことないです、その衣装。見せたことないですよ、この衣装。はい、初めてのはずです。かっこいい。はい、まあちょっと、まあ、歌う今ほら、あ、まだ発表会で歌われるかも。かも。うわ歌うでしょ。確かに作ったんだから。はい、歌います。はい、ということで歌いにも来たので。ありがとうございます。今日はね、素晴らしいなればいいなと思ってます。今日は密着ということで。密着です、ね、では行きましょう。ガワバタカナベさんです。お願いします。ヘイヘイヘイハッハッ。あ、オッケー、もう今の時点で大きくしてください。はっ。あ、結構でかくていいですよ。ヘイハッハッ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。リハお疲れ様でした。では以上でリハーサルの終わりたいと思います。ちょうど終わりました。なんですけど、まだ1時間ぐらいあるんで、ちょっと外で車見れるらしいんで、ちょうど皆さんいらっしゃいますか。はい、行きましょう。行こう。はい、いらっしゃって大丈夫です。こちらです。ちょっと中も高級じゃない。うわー、めっちゃ見て。これが F ナンバーワンステータス搭載車です。ちょっとお前仮説あるな。まだ覚えてない。 F ナンバーワンステータス、覚えてないか。 F ナンバーワンステータス、これ何ですか。これあの USB メモリーですね。あ、なるほど、はい、これにあの音源を入れて今接続して再生できるようになります。なるほど。ちょっとやべえぞ、閉めたいんだよ。これ、うん、気づいたんですけど。何？ YouTube 流せないっす。やべえ、著作権で。お前ふざけんな。めちゃくちゃいいコメントをいただいてたんですけど。コメントも言えないのこれ。ごめんなさい、コメント、ごめんなさい、予想外でした、ごめんなさい。ちょっとやべえ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 。これ、視聴者さんにお届けできないっす。いい音。うわ、これは聞いてほしいですね。これは聞いてほしいですね。これもう外でいて流れてきたストリングスの音とか、はい、車から聞こえる音じゃないぞっていうレベルですもんね。全然違いました。違う。うわ。そうだね。やっぱりこの、はい、まあ、画面を通してってもなかなか難しいことじゃないですか。はいはいはい、聞けるタイミングがあればぜひ聞いてもらいたいなと思います。はい、それちゃんと書いとこう。そうですね。ね、はい、うん。じゃあ。すいません、はい、出番です。おし、行きましょう。行こう。行きましょう。行きましょう。行きましょう。
あれリハでやったんですか。動線確認リハでやってんすけど。皆様、本日はお忙しい中、アルパイン F ナンバーワンステータス新製品発表会にお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。存在しております。一部、高級機で 192kHz、24bit、あるいは 32bit というものがリリースされているという状況です。はい。ジャパンループの皆さんです。どうも皆さん、こんにちは。ジャパンループです。この春よりアルパイン F ナンバーワンステータスのアンバサダーに就任されました川端要さんです。どうぞ。ようこそお越しくださいました。ご来場の皆様、そして配信をご覧の皆様にご挨拶をお願いいたします。川端要です。よろしくお願いします。川端さんはもともと大の車好きで、はい、またかねてからアルパインのファンだったと伺っております。はい、その通りです。本当に車好きというのはもう自分今日もなんですけど、自走で自分で運転できたり。あ、そうなんですか。はい、そういうことが本当に日々日常にあってですね、僕いつかこの自分が車買ってアルパインの羽織を乗せたいなって本当に思うぐらいすごい好きだったので、自分のまさにこうやってアンバサダーとして今年の春からやらせてもらえる日が来るなと思わなかったので足りがたくなってます。川端さんの YouTube チャンネル、はい、KKTV、はい、第1回の米屋副社長との対談で、はい、いろいろな企画が決まっていったんですけれども、もう1回目からどうぞ、ね、そうですよね、はい、まずはダイジェスト映像をご用意いたしましたので、皆様こちらをご覧ください。決まりました。マジで、よし、元のアルパインをもう1回やり直すっていうのが今回の、ぜひそこら辺で繋がれないですかね。歌だったら、例えばじゃあもうあれだね、テーマソングというか。出来上がりました。はい、出来上がりました。新人として働いてもらいます。大事にしてます。すいません、ありがとうございます。すいません、川端です。ですよね。今後もアルパインさんと、そしてね、僕らの KKTV をぜひよろしくお願いします。いやー、いろいろ、はい、もうせっかく僕アンバサダーとしてやらせてもらうんだったら、まあ、音楽でやっぱりこう絡んでさらに高めていけたらいいなと思っていたので。でも24時間で見事曲が完成し、はい、完成しました、はい、ご自身ではその出来はいかがでしょう。いや、もうやっぱ最初ドキドキしましたけど、やっぱりこう車の中の空間っていう部分も歌詞の中にちょっと落とし込んでみたりしたので、まずもうサウンド的なものでは結構早めに出来上がったんですかね。その後歌詞を、はい、作ってみてっていう感じでしたね。せっかくですので、はい、その曲を今こちらで皆さんの前でご披露いただきたいんですが。 もちろんです。 KKTV の企画内で実現したアルパインとのタイアップソング、テラノウェイの音楽とともに。分かり合える分かち合うよの思い、いつも
隣の席で悲しむことを心を守ることを全部始めようここから違いを感じて思い切って追い風最後に挨拶しましょう。はい。ちょっとじゃあ挨拶しましょう。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いやーもうね、川場さんもいろいろ喋ってくれて、いやいやいや、どうだった。私もね、本当に横でね、楽しんでるんですよ。あ、よかったです。もう、山さんもよかった。ありがとう。ありがとう。ありがとう。本当に先ほど言った通り、風っていうのがそのいい音は怖いんですし、いい音もやる方やっていうので、やっぱりすごく車を乗ってて風、風ってこれからも追い風になっていく時代だと思う、時代ですし、手ぶりもちゃんと落とし込めたらなって思い、作家さんも作らせてもらったので、皆さんが喜んでくれたっていうのは聞いたんだけど、本当に作家さんも喜んでくれました。ライブでも歌わせてもらうので、ぜひライブよろしくお願いします。すいません、もう待ってます。また今後もこちらこそよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。分かり合える分かち合う喜び、いつも隣の席で楽しむこと、心踊ることも全部始めようここから、時代を感じて思い切って追い風